皆さんこんにちは。世界の墳丘から、本日は大阪府河南町の金山古墳というところに来ております。先ほどご紹介しましたように、非常に珍しい双円墳というですね、円墳を2つ重ねたような形の古墳なんですけれども、そのうちの1つの古墳の中にこのような横穴式石室が残ってるんですね。ちょっと入ってみたいと思います。こちら珍しくですね、ライトがついてます。横穴式石室なんですけど、綺麗に整備されてます。そして中には見事なこの A 型式石棺が残ってるんですね。はい、ちょっと入りますけれども、石室に入るの久しぶりやけど、やっぱりこの独特の匂いといい、懐かしい感じですね。はい、ご覧いただきますように、家型の石棺が2つ残ってます。ちょっとね、手前側の石棺若干朽ちてる感じもしますけど、奥側の石棺はね、綺麗な形で家型石棺の形残ってますよね。すごい綺麗な石室の中にこのように2つの家型石棺が残ってます。まあ石室入んのもこの時期がギリギリかな。これ以上夏になると草も生えるし虫もおるしね。今日はまだあのかまど馬とかおらへんけど、もうびっくりするからね、落ちてきたらね。今日もちょっと水が滴っただけでうわーってもうびっくりしてしまってんけど、まあこのように綺麗な石室が残ってますね。なんか話ではもう一つの墳丘の方にも石室があるみたいで、誰が葬られてるんでしょうね。この辺、まあ先ほど訪れた品ヶ谷からもすごい車で20分ぐらいなんやけれども、この古墳時代後期とか終末期になってきたら、石室の中に石棺が2つとかいうパターンも多いからね。どういう関係の人が、葬られてるんでしょう。関係者かな、夫婦か親子か分かりませんけどね。こういった形で石室の中に、家型式石棺2つが綺麗に残ってます。なかなかユニークな珍しい古墳です。駐車場とかも整備されててね、来やすいので、ぜひ皆さん金山古墳一度訪れてみてください。